おどうしたナイギッチ。俺は別に何もしてないで。レターケースの中なんて見てないで。見たな。じゃあ戸上くんを探せってことになるんかな。なんかセレスさんがさ、なんかヒント見つけたみたいなのも言おったよね。いや、することがいっぱいあるな。セレスさんは一体どこなんだ。あ、そっか、寄宿舎の倉庫におるって言ったっけ。うわ、びっくりした。やめてよ、ぼーっと立っとくの。やはり恥ずかしい秘密とやらを告白し合っておくべきだったのか。ふぅ、すまん、藤崎くん。僕の力不足だ。まあまあまあ。どっちにしろね。どっちにしろ、どんどん死んでくんだよ。きっと最後の一人とか二人になるまで続くんよ。ねえ、寄宿舎の倉庫ってどこ？倉庫なんかあったっけ？どこだどこだ。ここはトイレ。んで、これゴミ捨て場やろ？倉庫って何？どこだよ。寄宿舎ってここよね。あ、これかな、もしかして。あ、おったおった。あ、これのことね、倉庫。なるほど。セレスさん、こんなところで何してるの？この倉庫はすごいところですわね。いろんな生活支援品が揃っておりますわ。食料品から、ジャージやタオル類まで、よりどり緑ですわね。ジャージもあるんや。そんなことよりさ、セレスさんは事件に関する手がかりを見つけた？そんな。やはりお聞きになるんですね。倉庫の説明でごまかそうとしましたが、無駄でしたか。じゃあ何か知ってるんだね。では、特別にあなただけに教えてあげましょう。実は。私、昨晩見かけたのです。この倉庫で藤崎さんの姿を。藤崎さんを？ええ。あれは夜時間になる直前のことでしたわ。あら、こんな時間にこんな場所で何をなさっているのですか？ジャージを取りに来たってことかな、じゃあ。うん。運動のために。ちょっと、トレーニングでも始めるおつもりですか？え？なんでわかったの？スポーツバッグからはみ出していますわよ。青いジャージの袖が。てか、こんな時間にこんなところでっていうのはあれやん。自分もやん。何？夜食？ほんとだ。ありがとう。じゃあ、急いでるから行くね。文房具とかも置いとんやね。ちゃんと勉強とかしよんかな。じゃあ最後に会ったのは、最後に会ったのはあれか、あの二人なんかな。彼女は慌ててジャージをバッグにしまっていました。まるで隠しているように。そして、そのまま出て行ってしまいましたわ。そうですわね。私はてっきりトレーニングに行くのは翌朝だとばかり思っていたのですが、どうやら彼女は夜時間のルールを無視して、その足でトレーニングに向かったようですわね。ルールを無視するからこんなことになったのです。自業自得ですわね。そんなこと言わなくても。じゃあ藤崎さんはやっぱり、こっそりトレーニングするために女子更衣室に行った。だからわざわざ夜時間に。あれ、だけど変だな。あの現場にはセレスさんが見たジャージもバッグも残されてなかったよな。犯人が証拠隠滅したってことか？何しに？え？何しに？別に良くない？本人が持っとったものやし。更衣室にあっても何もおかしくないよね。セレスの証言を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。あ、もしかして男子更衣室の方にあるとか？あったかな？ちょっと見に行こうか。さあさあ2階に向かいましょう。でもまだまだ全然犯人にはたどり着けそうにないよね。ジャージとバッ
男子高生にもそんなものあったかな。あっても別に違和感があるものじゃないけん、普通に流しとったかもしれんってことかな。あ、それかここは？まあ別に置いてないか。うん、ないね。じゃあ男子更衣室に。なんかそのポスターとカーペットは変えたけど、荷物はロッカーに入っとんやない。え、違うか。調べれそうにないな。ってことは違うんか。それか女子更衣室の方に移動させたんかな。あ、ここじゃなかった。ここじゃなかった。戻る戻る。いつもこの映ってるところがさ、出入り口って勘違いするんやけど、出入り口は自分の後ろにあるってことだよね。ここも別に表には全然出てないね。でもロッカーも調べれそうにないし。ないな。藤崎さんの両手、ロープのようなもので結ばれている。でもこれはロープじゃない。気になるのはそれだけじゃない。あ、でそうよ。これは資料は、資料はどこに行ったんだ。戸上くんが持っとるよね、おそらく。ということは戸上くんを探さねば。なんか、同じこと言うな。戸上くんはどこに行ったんだ一体。図書室にはおらんかったし、でも多分何かしら事件のことについて調べよると思うけん、部屋ではないやろ。でも他に別にね、事件に関係ありそうな場所とかない気がするけど。なんだ、どこに行ったんだ。あ、やっほー。ん、ナイギッチじゃねえか。おどうしたナイギッチ。俺は別に何もしてないべ。レターケースの中なんて見てないべ。見たな。見たんすな、わかりやすい。レターケースが置いてある。この中には江ノ島さんと桑田くんと前園さんの電子生徒手帳がある。どうやら死んだ生徒の電子生徒手帳はこのレターケースに変換される仕組みらしい。そして校則には電子生徒手帳の他人への貸与禁止ってあるけど、禁止されてるのは他人に貸すって行為だけ。つまり借りることは禁止されていない。これってなんか結構矛盾してるような気がするけど、要は相手の意識がないとき、寝おる間に取っていくのは OK ってことだよね。それと桑田くんの電子生徒手帳が起動しないみたいだけど、でもモノクマが言うには彼のものが壊れたはずがないらしい。これって今回の事件とは無関係なのかな。何か引っかかるんだけど。関係あると思うんやけどな。でも他は別に何もなさそうやね。他はなんだ。誰かお話が聞けそうな人は。あ、朝比奈さん、深川さんは平気そう？相変わらずだよ。一向に出てくる気配もないし、それにまだジェノサイダーがどうとか。だから置いてきちゃった。置いてきたの。問題だらけで頭がいっぱいだから、ついでにお腹の中も埋めちゃえって。でもこれ食べ終わったらまた戻るから安心して。深川ちゃん嫌なやつだけど、心配心配だもんね。嫌なやつ。ところでさ、何食べてんの？ドーナツに決まってるじゃん。決まってるんだ。私ドーナツとうちを作ったって点だけは神様は認めてるんだよね。そうなんだ。藤崎ちゃんももっとドーナツ食べたかったろうな。無念だろうな。はあ、もっと藤崎ちゃんと仲良くしてればよかったな。そういえば
藤崎さんって誰と仲良かったの？それはなんか彼女って不思議ちゃんでさ、あんまり女子とは仲良くなかったんだよね。なんていうか向こうの方から私たちとは距離を置いているみたいでさ。そういえば大神さんも言ってたっけ、大神さんや朝比奈さんがトレーニングに誘っても藤崎さんは断れ続けてたって。そうなんだよね。しかも私たちだけじゃなくて女子のみんなと距離を置いてるみたいだったよ。でもそれってさ、あれよね、藤崎さんを女子と信じて疑う人からしたらさ、なんかぶりっ子で男の方に生きよるみたいな人見知りだったとか。でもさ、その割には気軽に男子に話しかけてたよ。同性には人見知りで異性なら OK っておかしくない？待って、もしかして男にチヤホヤされたいってタイプだったのかも。人は見かけによらないっていう法則によれば。あの彼女か？とてもそんなタイプには思えないけど。ほら、愛犬男なんやって。でもさ、男連中はそれを不思議に思わんかったんかな？もっと前から知っとったとか。朝日奈の証言を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。それ、よね、別にあれよね。本人は別に、女と、女ですっていうつもりはなかったんじゃないかって一瞬思ったけど、スカート履いてるしな。お。僕も待ち疲れたんで、思い切って始めちゃいますか。裁判ですか。お待ちかねの、学級裁判を。待って、犯人は。いつもの場所に集合お願いします。ジャージはどこに行った？学校エリア1階にある赤い扉にお入りください。あ、やっぱあの赤い扉なんやね。なるほど。じゃあ後でね。わからんことだらけなんですが、今回始まる学級裁判が始まってしまうんだな。赤い扉、あの向こうに。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかあのサウナの二人組がさ、次の日になって急激に態度が変わったのは確実におかしいと思うけん、あっこは、まあ、犯人か犯人じゃないかはわからんとして、藤崎ちゃんと何かしらあったよね、きっと。絶対そこで性別がバレとると思うんや、私は。おそらく。